山小屋です。へえ。ビストロ山小屋。え、ぴったりやん。ぴったりですよ。うん。なんで山小屋なんですか？あの店主も店主がスノーボードをやってて、うん、ほんで山バックカントリーのスノーボードをやってて、なんで山小屋なんですけど、うん、ただそれは1号店の店主であって、はいはい、1号店は本町で鳥料理やってるんですよ、はいはいはい、で2号店は洋食なんですよ、うん、その洋食の店主は山やってないんですよでも名前は山小屋です。山小屋なんですね、はい、こんな感じで、はい、どんな店か楽しみですね。はい、行けますかね。あ、すぐ近いの？浜町近い。浜町近い。自然のものはいいんですけど、あれですね、小泉環境大臣がプラスチックって石油からできてるんですけど、一緒の感じ一緒の感じ。自然を愛する女、アスパーです。私ワンよりニャンのや、私猫派なんですよ。猫、犬派じゃないですよ、猫派なんですよ。これ可愛い、ね、猫が好きなんですよ。皆さん、このタラピーに聞きたいことありますか？ライブちゃうね、これ録画しよう。ライブちゃうわ、何だよ。でも結構なんかメニューがすごい、メニューがこういうお店ですね。ここは何、コートロック何年前から来てるの？いや、何年前は結構、でも僕ね、ここデートの時にね、最初のデートの時に使いますね。最初のデート、はい、なんかいい感じでしょ、ここ。このぐらいの値段帯で、気を使わない値段帯で、おしゃれで美味しいっていうのがね、僕結構使ってます。ちなみに最初のデートはコウタロ君全額おごるんですか？あ、おごりますね。さすが、さすが昭和。結構年下、年下の人とかが多いから。コウタロ君は年上は嫌だと。年上ではし、いや、昔は年下の人、結構やっぱり年下の女の人とか結構ね、なんかやっぱり昔はって言いますけど、みんな昔のことに興味はないんです。現在は年下、同い年ぐらい、年上どれくらいしたい？価値観ご飯で飲みながら、どんな価値観ですけど、皆さん、ファンの皆さん、コウタロと付き合いたかったら、コウタロの価値観を勉強してください。何で俺を下げんねん。こんなやつできるわけないやろって見てるやつもおるわ。幸せな。うまい、おいしい。ちょっとお寿司の結構いっぱいになってます。でもなんかでも角度を変えてるから、スッスッ入ってくる。そう。ティッシュとタコのマリネと鶏胸肉のなんとかと、これ肝のなんとか、もう忘れた、忘れた。で、人参のマリネ、違う、何だっけ、忘れた、もう出てこへん。まあでもこれ10種、キャロットラペ、キャロットラペでも10種でも、これ10種の方がいい。1、2、3、4、5、10種でも良さそうやったじゃん。10種ですね。あ、10種にすればよかったな、お前は。でもお腹がいっぱいだけど、ゆっくり、そうとりあえず少量ずつ、はい、楽しもう。コウタロと全然ちゃうな、美しい。うん、なんか変わってるんですよ。キッシュにエビ、プリプリなエビとベーコンとアボカドが入ってて、なんか全てが喧嘩するかと思ったら喧嘩せへん。実は仲が良かった。実は仲が良かったってやつ。まるでコウタロと私のよう、実は仲が良かった。喧嘩はかしてるけど、見た目は、見た目は。美味しい。この生地美味しいね。サクサクで、トロトロ。ワインだろ、めっちゃ怖いんじゃん。確かにワインと合うな。程よい甘さ。キッシュ美味しい。
これはですね、イチジクと生ハム、クリームチーズ添えでございます。ワインと 100% 合うやんですね。めちゃくちゃ綺麗。わあ、これは楽しみ、うん、いいね、いいね、なんか大人を満足させる店やね、うん、ワインも美味しいしね。ワイン美味しい。小太郎君もう2杯目に行きそうです。怖いです、飲みすぎて、はい、このクリームチーズめっちゃ濃いよ。聞いてる、どうですか、川島さん、初デートに良さそう。めちゃくちゃいい、ね、大人のデート、株が上がるな、株が上がる。俺こういうとこ知ってるんだぜ。コウタロ君と付き合ったらこういうとこ付き合う、安全的にやれそうです。そうですね、ここにしましょう。何人か店は知ってますね。生ハムもなんかしょっぱすぎないタイプで、いきましょう。いやしかし東さん、いや2軒目良かったですね、はい、すごい良かった。山小屋さん、山小屋さん繊細な味だったでしょ。味が繊細、なんか素材を生かしてるって感じ。ああ、そうやな、うん、いや美味しかったっす。美味しかったですね。やっぱりね、コウタロあんなとこ連れてったら、コウタロいいとこ知っとるな。そうやろ、モテるやろ、コウタロが。モテるかもしれない。モテるかもしれない、うん、株が上がってきたよ。株が上がってる。承認欲求すげえな、コウタロ。コウタロの何の力も入ってないけど、店のチョイスの承認欲求がすげえな。そうなんですよ、コウタロはデートに行くとね、すごいいい店を選びますでね、はい、そんな天神橋筋商店街、今歩いております、ね、歩いております、はい、いっぱい人歩いてます、あります、はい、なんかどこの店いや、でもいい店ばっかりですからね、ここはね。そうですね、はい、そうなんですよ。じゃあ次は続いて、なんか知らんけどね、なんか早速して3軒目行くってことなんで、ね、どっか行きましょうか、行きましょうかってなってます、なってます、はい、はい。じゃあ3軒目、はい、内緒の店です。コトロ君の知ってる内緒のバーに来ました、はい、ジントニック、美味しそう、すごくすごい、なんかこれが冷えてて、あ、キン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 で冷えてて美味しいです。ドーマグで美味しいです。まあ素敵ですね。じゃあもうちょっとこれ以上美味しい、あ、じゃあ、はい、無職おめでとうございます。無職ちゃうわ、独立やろな。はい、ね、今からですね、なんか何やかんやでね、アジパンさんと解散してね、あれから、いや、そうか、あれ一軒行ったんか、そこ最後に、ね、一軒行ってだから帰るとこですね。はい、ね、まあ、そう言ったらね、なんかもうどうせやったらもうあれですね、もう一軒行きましょうか。そんな感じでちょっとね、もう一軒行ってなんかもう明日にね、備えて、どうぞ思う存分楽しんで英気を養いたいと思います。はい、じゃあもう一軒行きます。はい、はい、地元帰りました。はい、いやもう今回もね、東さん途中で抜けたんかな。はい、まあこんな感じだと、プラス東さん抜けてから2軒行きましたね。はい、まあええ感じ寄ってるんでね、また思いっきり寝て明日から編集頑張りたいと思います。まあね、あの1年経ったんちゃうちゃう、なんか、ね、独立してね、ちょっとね、なんか気分良かったんでね、結構ハメ発しました。あ、明日から頑張っていきたいと思います。まあそんな感じで、ほな、さいなら。じゃあ、ほな、さいなら。